高橋良は、日本中央競馬会の元騎手、調教師。父は元、元騎手、元調教師の高橋隆。母方の祖父は、大久保石松。長調教師の大い吉尾は義白府にあたる。福永雄一などが同期の競馬学校花の十二期生で、ある。騎手時代、左が、高橋良、右が、父の隆史1978年1月。 日本中央競馬会調教師である高市の長男として滋賀県立東町にて出生。その環境から幼少時より馬好きとなった助は自ら望み祖父である大久保石松に連れられ幼稚園時代から両親と共に京都阪神競馬場に足しげく通うようになる。やがて立東中学卒業を間近に控えた助は自分で競馬学校の願書を取り寄せ入学。 その後1996年騎手家庭12期生として同じ立党、橋口厩舎所属騎手としてデビューとなる。デビュー当時父高氏は問題のある子なら引き取らなければならないと思っていたと当時の心境を述べ、橋口厩舎の所属となり、初年度に20勝を記録し、中京競馬記者クラブ賞を受賞するなど活躍した息子、スケを私以上に恵まれたこと表している。 3年目となる1998年には、中日新聞杯を鶴丸外戦で制して、重賞初勝利、これを含め重賞4勝を記録したほか、自己最多となる60勝を挙げ自力で、見習い機種から抜け出るなど躍進。さらに2000年には、大田クリーバとのコンビで、春のクラシック戦線を賑わせるなど活躍が続いた。しかし2000年以降は怪我などもあって不振。 この頃を境に、デビュー当時から所属していた、橋口幸次郎旧車の馬に起乗することがほとんどなくなり、父である、高橋隆旧車管理場への起乗が中心となる。2002年より、橋口旧車を離れフリー機種に転身も、起乗数、勝利数の減少に歯止めはかからず、2005年以降は、年間勝利数が一桁と低迷。2010年には、 年間未勝利に終わるなど苦戦が続いていた。2011年12月8日に平成24年度新規調教師免許試験に合格したことを受け、翌2012年2月をもって騎手を引退し、調教師へ転身。同年2月26日の中山競馬第10競争、ブラッドストーンステークスの西尾ドリームが騎手として最後の騎乗となり、勝利を挙げている。 JRA 通算成績は4,523,305勝、重賞は7勝であった。引退時に所属していた荒川義士級者のもとで技術調教師として研修を積み、2013年9月21日に級者を開業した。10月13日、京都競馬場第10競争の未部特別を東方アマポーラで優勝し、調教師として初勝利。 カッコ内は当該場の優勝重賞競争、太地は g i 級競争。ありがとうございます。